初日ジュニアレース特選走ります福井の時本選手です、はい、よろしくお願いしま します。暑いですね。暑いというか湿気というかこれがちょっときついですね。サンサンバンクの松戸はここは相性のいいバンクで間違いないですか、うん、まあ、実際に記念も優勝してますし、もちろん G1 も優勝してるんで、もちろんあの最近でいうと弦のいいバンクにはなってるとは思うんですけど、また今回また難関勢が3社ということで、その辺はまあミヤハイに続いていったんですけど、もういい加減にしてくれっていうなんか厳しい戦いが続くっていう感じですね。しょうがないですね、そればっかりは。取りでもそうでしたけど、まあ、実際にそれだけ、まあ、ラインの力が大事っていうのが位置づけられているので、まあ、それは今の近畿勢の課題だったりとかもしてます。もっと若い選手が、そうですね、はい、寺崎さんとかは、まあ、北東小翔だけの2人だけだと厳しい戦いになるっていうのを、まあ、徐々に出てきてはいると思うので、はい、まあ、その特選なんですけども、小翔さんと2人ということで、うん、並びはどうなりましたか。まあ、ちょっといろいろ考えたんですけど、まあ、僕は前で、はい、やります。なんか言える範囲です。翔くんも前回落車してて、まあ、その影響で、まあ、本人もちょっとどうしようかなっていうふうに、まあ、やりたいことも多分あるだろうし、まあ、その辺も含めて話はしたんですけども、まあ、やっぱ最終的には、まあ、ワンツーできる方を選ぶっていうのを優先して、まあ、僕が前かなっていう話です。まあ、ちょっと今日は雨で、この後は乗られたりしますか。ローラーでちょっと調整します、はい。まあ、一周10日ほど上げましたけど、練習して状態とかその辺はどうですか。いつも通り練習はできているとは思うんですけど、まあ、雨の影響もちょっとあって、まあ、ちゃんと満足できる練習したかと言われたら、まあ、ちょっと、よろしくお願いします。まあ、この後はまたすぐ地元の福井記念が、はい、すぐ、まあ、本当にすぐですけどまあちょっとスケジュールはちょっと過密ですけど、まあ、それもしょうがないですね。毎年のことなんで、はい、頑張ります。記念としては今年が一旦最後とか来年がゴールなんで、まあ、そうですね、はい、まあ、とりあえず気持ち入れて頑張ります。じゃあ最後に意気込みをよろしくお願いします。はい、あの3日間熱い中の戦いになると思うんですけども、負けずに一生懸命頑張りたいと思います。お願いします。